個いいですか。どうぞ。レンチャンでカラオケだったらもうブーイングだよ。ちょっと2曲、あ、2曲入れちゃいました。すいません。ちょっと短めの曲できます。短めの。合わせよみたいな。ちょっとムニョンについても1個だけ短めに短めに、はい、隣の国と戦うとこあったじゃん、隣の国、はいはい、で芝生の上で戦って、うん、もう真剣勝負してたじゃないですか、俺は王だって言って、うん、ガチャンガチャンって言って、で帰ってきて、あのそのムニョンが弓矢でこう撃たれそうになった時にスホがかばったじゃないですか、うん、でスホが怪我しちゃって、それをアロが見てあげてるところで、うん、アロが薬塗ってあげてたら、はい、その部屋にムニョンが来るわけですよ、うん、で、あのアロが薬塗ってるとこをこう、あの自分の手にこうすり替えながら、アロと手つなぐし、はい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 、あれは良かった、あれ良かったですよね。俺がスホだったら嫌でやでしょうがない、後ろで手つないでしょ。こっちは分からずにやってんのに、いやもうスホの気持ちは一回置いといて、あのスホが見てないとこで、うん、後ろで二人で手をつなぐって、だってあれ授業中に下で手つないでるみたいなもんですよ。その周りにバレないように、うん、ちょっと二人で楽しんじゃうみたいな、もうちょっと例えないのか。飲み屋でとかで授業中にね、先生に怒れちゃう、それなりに距離あるでしょ。まだ学生なんで。ああ、そうかそうかそうか、リアリティは授業の方だもんね。ああ、そうか、確かに。あれが良かった。結構ね、それで痛いんだよね、傷がね。そうはね、強めにやられてね、なんかその戦でもう命かけて真剣に戦って、うん、その後にあんな可愛いことされたら、それこそギャップですよね。ああ、なるほどな。そうか、なんか仕事してる人がこうネクタイ外した後になんかちょっと優しくなるみたいな、仕事してる時とちょっと違うなみたいな。ちょっと学生時代の例えから仕事の例えになるぞ。ドラマとかで見るじゃないですか。そういう感じでなんかギャップ萌え。ああ、確かにあのシーンはそういうシーンかもしれない、ね、ちょっと可愛らしくも思えるもんね。うん、わかります、わかります。いやでもアロは、はい、どうですかね、こう男性目線で見ると、うん、これだけ愛される女性であるこう魅力的なポイントってどこなんですかね。気になる。あ、何をすればあんだけモテるんだ。確かにな。しかもだって困ったらみんなファラン、うん、みんな助けに来てくれるじゃないですか。そうですよね、すごくないですか。まあ、だからその献身的な部分、その、ね、まあ、医者としての一面もあるから、っていうところでなんかこう傷とかの手当てされてる時とかにふっと気持ち持っていかれたりするのと、あとギャップとしてその物語みたいなのをこう朗々と語る、はい、あの時の面白い感じ、そっか、そう、あれやられるんじゃないのかな、意外と今でいう毒舌キャラでもあるじゃないですか、はいはい、でそういうところっていうのは確かに、あのいつもはワイルドなんだけど実は根は優しくてっていうところにまあ惹かれる部分はありますよね、はいはいはい、ああそうなんですね、気強くある感じでうんって感じなのに献身的とか、うん、メモしとこうかそのギャップね、ギャップ、まあギャップはそうですよね、男性も女性も、なんかでもそのムミョンとこうイチャイチャするシーンって大体そう筆持ってなんかこう顔描き合うみたいなのあるじゃないですか。 あれ絶対ムミョン眉毛繋いでますよ。そうそうそう、繋いでましたよね。何度見てもまた眉毛繋げてんなみたいな。繋いでましたね。好きなんやな、好きなんやな。そムミョンが好きなのかクソジュンさんが好きなのか、必ず眉毛繋げる。あれがアドリブなのか、はい、台本にあるのかちょっと知りたいですよね。アロは結構ジニーの気を使ってたじゃないですか、はい、そうなんですよ、あれずるいですよね。あれずるい、本当女子から見てもちょっとずるいなと思います、うん、そう、告白した時とかもなんかうまい返ししてたでしょ、なんかこう、うん、王であること諦めてもいいみたいなことを、ありましたね、告白として、これすごいこと、そうですよ、もう何もかも捨てて、うん、俺はあなたと一緒に行きたいみたいな、うん、そうなのになんかそんなあなたは諦める人ではなかった、そうだ、ありましたね、なんかあれすっごいこうするの仕方ですよね、ね、
王として頑張りなさいよっていう励ましの言葉でありながら、でも私とはもう関係ないんですよってある種こう突き放してもいるわけじゃないですか。なんかかわいそうだなと思って。ほっとそう、うん。しかもなんか王であることを知っちゃってずっと隠してあげるじゃないですか、うん、であのムニョンが王なのかみたいなこと言ったら、うん、いや違いますみたいなこと言ってかばうじゃないですか、うん、あれもちょっとずるいですよ ね、 ずるいね。あそこまで献身的にこう隠そうとしてくれたら、うん、あれちょっとって思いますよね、うん、いや思うよな。思いますよ ね、 ね。でましてね、そっちはムミョンと兄弟だっていうふうに思っているわけだから、うんうん、この気持ち全然ジジイとしては正しくて。そうですね。ね、うん、これなのに兄弟じゃなかったりなんかして、それにねアロは安心したりするわけじゃない。兄弟じゃな本当の兄弟じゃなくて安心してる自分がいるみたいな。切ない。だから不思議な三角関係ですよね、これ。そう考えると。はい。